やばい今今危なかった今危なかったですね今ちょっと危なかった明日の歌をちょっと <laughs> ちょっと危なかった明日歌う曲を <laughs> と歌いそうでしたセーフ JK 岡村リオ JK そう髪伸びたんですよしかもさあの最近めっちゃ枝毛がやばくて 枝毛がやばくてあのあの先っちょがさ髪の毛の先っちょがピュって2つとか3つに分かれてるんですよでそれを <laughs> 探すのにはまってて <laughs> いやはまったらいけないんですけど <laughs> そうだから最近めっちゃ髪の毛触っちゃう癖がある。 そうこのえらげないかなって <laughs> こうやって見ちゃうこの癖をやめたいそう <laughs> そうなんですよ避けるチーズしたくなるんですけどもそしたらマーナが避けるチーズしたらあのもっと だけ増えるよって言われて言われてちょっと我慢します我慢我慢するでもやっぱりさ前も言ったけどさ正規メンバーになってヘアアレンジするようになったじゃないですか と自由にそれで結構痛んじゃってなんか痛んじゃって痛 <laughs> んじゃってちょっとビエンって感じですいやしボブにするかいけ でもボブもだってオーディションの頃は多分こんぐらいだったんですよほんのなんか肩につくかつかないかぐらいでよくハーフツインしてたんですけどそう考えたらさもう入ってさこれ以上は伸びたってことじゃない すご,くない見てすごい見ていよね岸田ありがとう明日の髪型決めてないどうしよう明日どうしようかな花だれ公園ゆきりかさんの生誕祭と打ち上げ祭り何にしようかな うんそう美容院もね行ってるんですよ祖前も行ったんですけどやっぱさ行ってずっと保たれるものじゃないじゃないですかトリートメントとかもだから定期的に行かないといけないけどでも意外と時間がなくてね意外とっていうか時間がなくて「聞いてありがとう」。 あ,らありがとうそう短かったよねリオ <laughs> ショートカット好きな私としてはショートカットリオツンショートカットでもめっちゃ短いやつでしょう <laughs> リオン15年で今が一番髪長いどうなんじゃろう,うえでも長いかもしれないうん長いかも今が一番長いかもいやかんない <laughs> ちょっと覚えてないです <laughs> いいありがとう。あした落選あ落選したの打ち上げ祭りかフ。フォローありがとう。僕はロング派ですトゥトゥ。ロング派 ショート派いるよね。うん。でロング似合う本当。<laughs> ロング。 りおつん出演の牧隊公園行きたかったようれできなくてなそうじゃんみんな牧隊帰ってきますりおつんが <laughs> あの4月18日4月18が最後の牧隊ですって言って2.5出たんですけど <laughs> なんとあのその僕僕の太陽公園がこの間のあの 目線のリアル話会のオープニングセレモニーの時でも発表されたんですけど僕の太陽公演を研究生の枠組みを外してなんか継続していきますみたいなっていうのがあったんです <laughs> なのであのー、帰ってきます でもさリオスケジュール見たらさ歌唱力の決勝歌唱力の決勝大会のあうん歌唱力決勝大会の,の次の次の日なんですよ。わっ <laughs> そう、僕たい確かに <laughs> 確かに思ったよりも早かったかもうん確かにね帰ってくるって言ってたから <laughs> ななーってが言ってたよね <laughs> 帰ってきます そこ申し込んだ嬉しい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 ねええっそうあのでしかもメンバーももうなんか B とか A とか関係なくなったからあのもうごちゃ混ぜなごちゃ混ぜで。 だから初めてやるメンバーなんですよ初めてやるメンバーも多くてでなんか今日さあきちゃんに会ったからレッスンでねでなんかひーちゃんひーちゃんに「25日出るっけ?」って聞いたら「はい出ます」ってあの「リオさんとまた日暮らし歌えるの嬉し筋です」って言ってて。 ひちゃんとまた日暮らし歌える嬉しいリオもリオも嬉しい嬉しいよあチリパ聞いたそっかチリパ昨日だったね <laughs> チリパ聞いたみんな聞いてなかったらラジコで聞けるので聞いてねチリパ STU48 な。<S S 49? りめんパーティーポジションポジションのことは何も言われてない同じなのかうん今日もリュウスを見れて嬉しいですしっかりと見てください <laughs> プーちゃんが書いてる かきかきね、花火したーいシリパここ最近で一番楽しかったほんとしい <laughs> ピピツン <laughs> えそういちごとも一緒に出れるのびが達人 <laughs> えそうリオびっくりしたんですよ <laughs> もうリオんかゆなんか,なんかあの気をつくこと言ったかなって <laughs>。 <laughs> 思ったんですけどなんかそういうのじゃないらしいって <laughs> プレミアに入らないといけないのでしょうかえ確かにどうなんじゃろうかも入んない入らないといけないかもうん <laughs> きつつき勝ってるけど勝 <laughs> ってないですプーちゃん マーナの激しいおじょそんや <laughs> おもろウケるひまわりえ覚ええてるかな <laughs> なんかさなんか 思い出すのに時間かかりそう、ちょっと。ちゅけんさん、ありがとうございます。高校一年生十五歳の。よつんことがまなりやです。ほらしてく,ください。五十五分にランジ読みます。 つ一度覚えたフリは忘れない忘れない <laughs> でも当分前にやったフリとかだったらまあ、でも体が覚えてるかもなんか一回見て思い出したらいけるパセリさんとサやカニさん僕隊でたがってるそうなの確かに研究生の枠組み外すから <laughs>。確かに期生さんもさ 一応さ、出出れれるるのは出れるよね枠組み外すから。でもさ二期生さんはさあの大人数バージョン ?8 人バージョンじゃなくてあの大人数バージョンだったからさまた大変そう出るってなったらもし。 アズミは AKB で僕隊も見に行ってないえ見に行ってたアズミはあの舞台でずっと東京にいるけん見に行けたんですけどえー、リオもさ AKB 劇場行きたい <laughs> めっちゃ行きたいあ十16人でしたよね みが TikTok でリアツのフリ入ルの速さに驚いてたぐらいだから相当速いいやなんか自分で言うのもあれだけど結構速いです <laughs> 結構速いです自慢 <laughs> 自分で言うの自分で言うけどね 記憶力がいいてかさ最近悩みがあっていやそんな深刻な悩みじゃないんですけど <laughs> どうでもいいんですけどあの肌荒れが弱くてあのほっぺとかはまだいいんですよなんかちょっとここもなんか何者かに噛まれてってそうなんか 何者かに噛まれてて、ここなんかプツプツみたいになってるんですけど、あと鼻も見て見える？ちょっとさ見えるでしょ。ここもさ何者かに噛まれたんです。なんだろう？<laughs> な誰何に噛まれたんだろうこれいや。ニキビとかじゃなくてあの 何かに噛まれたんですよで多分なんか赤くなっててあのおでこも荒れてるリオ噛まれがち <laughs> リオ知らない得体の知らない得体の知らないものに噛まれがちです <laughs> 修力の時に行ってみる？AKB 行くじゃん？行 <laughs> けないよ。行ける時間ない。でやつ不良部屋入りの特技に書いていいと思う。えそれじゃけさ、ことあのー、今年度のあのプロフィールのとこに記憶力と認知力って書きました。<laughs> 才能の塊？ できた。ありがとう。そんな風に見えない。そう。ほくろあったっけ。あるよ。リオのほくろは。皆さん。星なんです。あ、星型じゃないよ。<laughs> あの星みたいに。あのトゥントゥントゥン,ンって。ここ斜めに三つあるんですよ。見える。トゥントゥントゥン,ン。 3つ3つこうやって斜めにこうやってつながってるんです <laughs> つながっているんですリオザです <laughs> リオザリオザ見えますか皆さん <laughs> リオザリオザですこちらリオザです <laughs> 皆様見えますでしょうかこちら斜めにつながっているこちらの3つの星リオザです <laughs> <laughs> プラネタリウムみたいな <laughs> プラネタリウムのさあの喋 <laughs> る人みたいな <laughs>。 噛んでごめんねって <laughs> そうだよみんなが噛むから <laughs> 出待ちしてたバッタ受けるバッタって噛むの噛むかえでもさバッタかまえバッタに噛まれてはないと思う <laughs> だってささすがにさバッタがさここに止まってたらささすがにさわかるよね <laughs> そう誰だ そうリオは虫にも大人気なのでいろんな虫からかまれます年表に「前日にフルの公演要請受けて泣きながら覚えた」ってあって感動したあー見つけたの <laughs> えリ梨見つけなんかったわ。 あの書き込み書き込みする時ああそうもう今あの時を思い出すとちょっと褒めてあげたい自分を <laughs> あ五55分だうん <laughs> プエントリームあるよ行ったことあるよ ありがとう教えてくれてでも蚊じゃないんだよねなんか蚊じゃないんです蚊だったらもう普通にかゆいんですけどかゆくもないし蚊じゃない蚊じゃない何者かにかまれてます,ン男女読みます13位いわちゃんさんありがとうございます

花樂公園、雪里カさんの生誕祭、そして打ち上げ祭りがございます。ゲバントホールです。明日花な樂ありがとう。ありがとう。明日は朝配信だと思います。<laughs> 明日で6月。 六月三十日でしょ終わっちゃう。どうする。え、だって、え。もう。二千二十四年。半分終わり。へえ、早い。怖いね、時間の流れって。<laughs> 夏が始まる、ね。まずは梅雨を乗り越えて。 ちゃんがもうずっと見てくる視線を感じる一1伊豆吉さんありがとうございますありがとうございました皆様 <laughs> 大好きな君が大好きな僕は全力で走る あと4ヶ月足らずでりおちゃん16歳え確かにああ890あと3か月か早いねえすぐ来そう16歳すぐ来そうじゃんそうりおのこと待ってるかわいいというわけで皆様明日はよろしくお願いしますぜひ来てください でね。それでは、バイツーン。バイバーイ。バイバーイ。バイツン、バイツーン。今日の服は。チェリーでした。チェリー。色の濃いチェリー。 <laughs> チェリーですチェリーです,ーですバイツーンバイツーン。